演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら山口水産という名がそのサバの味噌煮を食べたいと思います。これはどんな味なのかな。こちらね、サバが思ったより大きいですね。これは食べ応えありそうだ。ではいただきます。この味噌煮は格別ですね。ふっくらと美味しいから。サバの身がふっくらしていて食べ応えもあり、周囲の味噌も程よい甘辛さでとっても美味しかったです。それでザ・サバの味噌煮といった感じですね。これがお手軽に食べられるなんていいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。